ガニアツのファイナンシャルアドバイス。このコーナーは関西の中小企業とともに歩み、悩み、笑い、中小企業を熱くするファイナンシャルアドバイザー谷敦が難しい財務をキラリひらめくヒントをお伝えします。さて谷さん、今日なんですけどね、会社っていうのは今日のお話本当に良かったんですが、あとですね、びっくりしましたけどねもうなんかちょっと鳥肌立つぐらい。これでね、うまくいくんやったらね、みんなこれちょっと先生、会長先生になっていただいて、はいね、どういうふうに公開していったら売り上げ伸びていくんか、はい、全員が社長になるんか、はいね、ただね、やっぱりね、今日はちょっとお聞きしたいのは、会社員さんっていうのはやっぱり勝手なもんやとは思うんです、はい、やっぱりぶら下がってるっていうか、申し訳ないですよ、それは皆さん一生懸命働いていらっしゃいますけど、ほんなら利益があったら利益は全部ちょうだいよと言うてきたら怖いですよね、会社ね。会社怖いですよね。でもそれちょっと私あんまりにも不思議だったんで、先ほど会長にも聞いたんですよ。まあ利益を出します、みんなで頑張って利益出します、じゃあその利益全部僕らの給料にしてもらわなあかんのちゃうんかというようなことはないんですかって言ったら、社員さんはそんなあれじゃないですよと、もっと考えて、まあ先頭営業さんと社員さんはそうですよね、そんなことないですよと、じゃあどうされてるんですか、その辺得た利益のこと、どうやってそれを企業のために使うってことまでもご相談なさるんですかって言ったら、もうそれも考えてくれはるんですと、はい、そうやって言いますのはね、はい、そのまま利益を例えば出したとする、たくさん利益を上げても、はい、そのまま置いとくとやはり国が 40% 法人税としてちょうだいと言われるんですよね。はいはい、それよりもいい方法が、まあ、世の中にはあるんですけれども、はい、それも一緒にご社員さんと共に考えていけるということで、はい、保険を活用してね、はい、出た利益1000円あったとします、はい、それを1000円保険でかけて置いとくと、まあ、900円返ってくるというようなことができるので、はい、それも相談できるということだったので、私びっくりしたんですね。はい、まあ、そこまでね、とにかく例えば中小企業の方で、うん、それぐらいまで社員さんがこうレベルアップしていって考え、そうですね、まあ、特にセントウェルさんの社員さんがそこまですごい優秀なんだとは思いますけれども、はい、まあ、そういうことも相談できるということで公開することですごいいいかなと思いましたね。そうですね、うん、これからですね、本当にちょっと見栄とか、うん、恥とかしてて、うん、まあ社長がね命令する形じゃなくて、はい、飛び込んでいくとねみんなで考えるという形、いかがでしょうか。はい、この不況を乗り切っていくパワーも生まれてくるんじゃないかと思います。谷敦のジャストフォーユー、ご案内は谷敦と僕バンディがお届けしました。それでは今日も一日、あなたにジャストフォーユー。